街道にはいなかったね。まさかもう連中のところに乗り込んでいったんじゃ。とにかく南の総国閣に急ごう。しまった、もう昼前か。聞こえていないみたいだ。もうどうしてこんな時に橋が。30分も待ってられないわよ。そんな、このままじゃあの子が。どうしよう、どうすれば。クローズさん、落ち着いて。忘れたのかい、君が教えてくれたことを。え、橋がなかった頃は何を使って向こう側と行き来していたって。あ、小舟ね。そうでした。確かホテルの裏手に貸しボートがあるはずです。よっしゃ、それで向こうに渡りましょう。じゃあお前さんたち、そのボートを貸してくれる？急いで向こう岸まで渡りたいの。残念じゃが、このボートは公爵とやらの予約が入っていてな。これから水遊びをするそうじゃが。そんな。どうかお願いします。小さな男の子が危険な目に遭うかもしれないんです。泣きそうな顔するな。孫娘のことを思い出すじゃろうが。まあいいじゃろ、人助けとあらば仕方あるまい。とっとと乗っていくがいい。ありがとうございます、おじいさん。サンキュー。公爵とやらには整備しとる最中と言っておく。坊主、ボートの操縦はわかるか？はい、なんとか。それじゃあ二人とも乗って。ここは総国閣の一番南側ね。やっぱりあの子、一番奥の倉庫に行ったみたいです。急ごう、連中のたまり場は奥の方だ。了解。はい、Thank you.
とぼけるなよ。お前たちがやったんだろ。絶対に許さないからな。何言ってんだこのガキは。こら、ここはお前みたいなお子ちゃまが来るとこじゃねえぞ。とっとと家に帰って母ちゃんのおっぱいでも飲んでな。そいつはいいや。なんだこのガキ、何ブチ切れてんだ。母ちゃんがいないからってバカにすんなよ。オイラには先生っていう母ちゃんがいるんだからな。その先生の大切な家をよくもよくもよくも。ちっ、黙って聞いてりゃいい気になりやがって。どうやらちっとばかりお仕置きが必要みてえだな。お尻百叩きといきますか。やめてください。お前たちは。クローゼ姉ちゃん。子供相手に遊び半分で暴力を振るうなんて最低です。恥ずかしくないんですか。なんだと。やあやあお嬢ちゃん、ちょっとばかり可愛いからって舐めた口聞きすぎじゃねえの。いくら遊撃士がいたところでこの数相手に勝てると思うか。クローゼさん下がってて。僕たちが時間を稼ぐよ。その隙にあの子を助けて。いいえ、私にも戦わせてください。本当は使いたくありませんでしたけど、剣は人を守るために振るうように教わりました。今がその時だと思います。え、護身用のレイピア。その子を離してください。さもなくば実力行使させていただきます。かっこいい。カレンダーじゃねえだろ。こんな甘っ子にまで舐められてたまるかってんだ。俺たちライブンの恐ろしさを思い知らせてやるぞ。ウィース。
けられないんだ。こいつら化け物か。遊撃士どもはともかく、こっちの娘もただ者じゃねえ。すごいや姉ちゃん。ヒュー、クローゼさんやる。その剣、名のある人に習ったものみたいだね。え、まだまだ未熟です。これ以上の戦いは無意味だと思います。お願いします。どうかその子を離してください。この雨。ここまで苔にされて、はいそうですかって渡せるか。そこまでにしとけよ。誰だあなたか。やれやれ、久々に来てみりゃ俺の声も忘れているとはな。アガットの兄貴、来てたんすか。どうしてあんたが。っていうか、こいつらの知り合いなの。レイス。はい、なんでしょう。お前ら何やってんだ。女に絡むわ、ガキを殴るわ、ちょっとたるみすぎじゃねえか。うるせえな。チームを抜けたあんたに今さら指図されたく。おや、なんか言ったか。兄貴勘弁してくれ。ガキならほら解放するからよ。クローゼ姉ちゃん、よかった、もう大丈夫だからね。最初からそうしときゃいいんだよ。まったく乱暴なんだから。第一、どうしてあんたがタイミングよく現れるわけ。ジャンのやつに聞いただけだ。どこぞのひよっこどもが放火事件を捜査してるってな。さてと。おい坊主。なんだよ。一人で乗り込んでくるとはなかなか気合の入ったガキだ。だが少々無茶しすぎたようだな。あんまりおっかさんに心配をかけるんじゃねえぞ。クラム、先生、どうしてここが。ギルドで事情を伺って、そちらの方に案内していただきました。クラム、あなたという子は。今度だけはオイラ謝んないからな。火をつけた犯人を絶対にオイラの手で。クラム、テリサ先生、どうか叱らないであげてください。いいえ、叱っているのではありませんよ。ねえクラム、あなたの気持ちはよくわかります。みんなで一緒に暮らしたかけがえのない家でしたものね。でもね、あなたが犯人に仕返ししても燃えてしまった家は戻らないわ。あなたたちさえ無事なら、先生はもうそれだけでいいの。他には何も望まないから。お願いだから、危ないことはしないでちょうだい。先生。言うのには弱いかも。はい、本当に無事でよかった。たく、これだから女子供ってやつは。おい小僧、院長先生たちを連れてさっさとここを引き上げろや。どうもこういうのは苦手でな。構いませんけど、アガットさんはどうするんですか。決まってんだろ、このバカどもが犯人かどうか締め上げて確かめてやるんだよ。たっぷりと灸を据えてからな。勘弁してくださいよ。
なるほど、そういうことならお邪魔したら悪そうですね。本当にありがとうございました。なんとお礼を言っていいやら。お礼なんかいいですってば。これも仕事のうちですから。それよりいいんですか、マノリアまで送らないで。ええ、大丈夫です。メーベ街道は私の庭ですから。これ以上何かしていただいたら罰が当たってしまいそうです。気にしなくてもいいのに。先生、せめて私だけでもあなたは学園祭の準備に専念してちょうだい。この子たちだって楽しみにしてるのですから。はい。よかった、間に合ったか。ボートは返してきたよ。あ、サンキュー。すみません、お一人で行かせてしまって。気にしないで、大した手間じゃなかったし。ヨシアさんも本当にありがとうございます。クローゼ姉ちゃん、それとエステル姉ちゃんとヨシュア兄ちゃん、今日はありがとな。オイラなんか助けてくれてさ。オイラ本当にバカだったよ。クラム君、弱っちいくせに仕返ししようとしてさ、かえって姉ちゃんたちに助けられちゃって、本当みっともないよな。そんなことみっともなくなんかないさ。え？大切なものを守るために体を張って立ち向かおうとする、そんなの大人だって簡単にできることじゃないよ。だから僕は君のことがすごくかっこいいと思った。ヨシュア兄ちゃん。だけど犯人を探し出してとっちめるのは僕たちでもできる。君は君にしかできないやり方で先生や他の子たちを守るべきだ。一緒にいたり、お手伝いをしたり、励まし合ったり、支えてあげたりね、クラム。それは君にしかできないことだよ。オイラにしかできないこと。うん、兄ちゃんの言いたいことなんか分かったような気がするよ。どう、やれそうかい。もちの論だよ、オイラに任せておけって。本当に何から何までありがとう。それでは皆さん、私たちはこれで失礼します。あ、クローゼ姉ちゃん、お芝居楽しみにしてるぜ。うん、頑張っちゃうからみんなで一緒に見に来てね。当たり前だよ。またな姉ちゃんたち。はあ、よかった、元気を取り戻してくれて。ヨシュアってばなかなか憎いこと言うじゃん。びっくりしました、あんなに元気になるなんて。ヨシュアさん、本当にありがとうございます。いや、大したことは言ってないよ。大切な人を守るか。とりあえずあの子が無事で本当によかった。クローゼさん、協力ありがとう。そんな、お礼を言うのは私の方です。あ、そういえばあの方たちの取り調べはどうなったんでしょうか。ああ、あの赤毛男が締め上げてるってあれか。もう終わってるのかな。一旦ギルドに戻ろうか。クローゼさんも来るかい。はい、できれば本当のことが知りたいです。一体誰が放火なんてしたのか。それじゃ、レッツゴー。
Thank you.